しませ。おい、前さ、はい、前何してくれてんの、お前、マジで。はい。いや、はいじゃねえだろ。お前、いい加減にしろよ。お前、舐めてんの、お前。申し訳ございません。じゃねえ。まためて、じゃねえよ。とにかく、店長よ、お前。お前、お前、あれ知るよ、お前。店長を。店長を。あ、そうだ。店長。こういう時の、何、強い、で、出てきて、何、なんていうの、この店の、一番、こういうパターンの時に、来て、一番あれするのが、あれだろ。店長だろ。お前、こったから店長呼べよ。店長今日、今日お休みでして、はい、今日はちょっと、いないんですけれども。いないですけどじゃん、お前。話になんねえだろ。お前、まあでも、まあ本当に言いたいのはお前なんだけど。お前に、はい、俺が、もう言うか。じゃあもう言うわ。もう。だったよ。俺が、はい、何いついつだ今日ではない。いや、今日じゃなくて、今日じゃない。多分、前の日おとといに、前に来て、で、あれ、何お前の目の前に、こうやって、ゆっこばー来て、で、目の前に、長細いやつ出したろ。長細い四角いやつをお前にバーンして、したらお前がピーして、長細いやつ？で、それで、で、俺が、しただろ、お前、忘れんな。で、俺が、そのまま、家に、家帰ろうと思って、で、互い違いに、足乗っけて、で、早く帰りたいから、互い違いに足乗っけて、上下に、動かすやつあるだろ。あれ乗って、で、早く帰ったんだ。そう。自転車の？あ、そうだ、自転車のことは。そうだよ。だから、それで。自転車が出てこなかった。で、それで、行って、家の前着いて、で、斜めだから、まず、斜めいきなり斜めだから、家が斜めって。違うよ。斜めになってるから、でも、その斜めには、あれだ、なんか三角がすごいついてて、斜めに三角がいて。でも三角が何個かついてんだけど、その、三角の、なんちゅうの、だから、こういう三角じゃないの。こういう三角じゃなくて、この壁を取っ払って、横からこう見るわけよ。断面図をこう切って、まずそれを切る。それを切ったら、そしたら、ちっちゃい三角がついてんだけど、何の話してるの？その、長いのよ。その三角ついてる。どういうクレームこれ。長いのよ。長くて、で、それを、それ、マジでその、斜めに上がりやすいんだけど、で、それ家ついて、で、ガチャ、開けます。ガチャ、そしたら、とにかく俺はもう、体から、すごい、水というかさ、なんか、体から水？そう、すっごい、体から水が、しょっぱい水出てくるじゃん。汗も出てこないの。で、それが、それすごいかいてて、で、やっとこの、汗を、もう、どうにかできると思って、まあ、まずあれなんだ、グリングリンに回して、グリグリ回したら、すごい、こう、上から、つぶつぶがさ、透明のつぶつぶが、こう、たくさん、つぶつぶ。で、それで、それを、すごい、こう、浴びて、で、それ、あれなんだっけ、グリングリン回したら、透明の粒がたくさん出てくる、やつで、全部。で、とにかく、体を、こう、こう、たくさん、こう、ついてるものとかをさ、この目には見えない、たくさん、体にたくさんついてるものあるだろう。で、それを、全部、こう、
グリングリン回したら、あの、透明の粒の。シャワー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 。シャワーのことでしょ？シャワーを体についてる、こう、まあまあ目には見えないような、なんかそういう。汚れ。汚れ汚れ汚れ。汚れを全部全部落として、やっと落とせると思って、やったら、お前に、な、あの、長細い四角いやつをやって、やったのに、な、グリングリン回したら、その透明の粒々が出てこなかった。関係してきますそこに。え？で、それで、なんでだよ俺あいつに出したのに。ふざけんなと思って、で、もう一回、その、斜めになってる、その断面、なんて言ったら、断面を切ったら、この時気持ち悪い。その、長い三角に、頭痛くなって、それを一個一個こう、上から下にこう、斜めにこう、移動して、で、そのままこう、あれ、なんだっけ、互い違いに足乗っけて、速い。あ、自転車。で、それで自転車で。学習能力もない。で、もうどうすんのと思って、とにかく出て、家を。話してんの今。で、電話ね、電話。あるじゃん、長細い、金ピカのさ、あれ。スマホ？あ、そう。スマホで、とにかく、それに詳しいやつに聞いたわけさ。な？そしたら、こう、なんでこうなってんすかって言ったら、詳しい人に聞いた？そう。で、そしたら、その人が、あー、これはもう、こういう風になっちゃってます。なんかこう、こう、なんかあるじゃん。こう、あれなんていうの、こう、全然わかんないっすね。みたいな。みたいな。あれ知り合いとかじゃない。だから、こうなって、すれ違う。そう、すれ違う。こう、っていう。誰かとすれ違ったの？誰かすれ違ってないよ、俺は。え？俺はすれ違ってないの。俺はすれ違ってないんだけど。でも今すれ違ってたじゃん。違う。だから俺じゃなくて、もう一人のっていうか、もう一人の何あれ。店長とすれ違う。店長じゃない。目に見えないものがすれ違って、目に見えないもの同士なのよ。目に見えないもの同士すれ違う。この世に存在しないものがすれ違ってる。この世に存在しないもの。この世に存在はしてるんだけど、存在はしてるんだけど、この物体としてないものが、同士がすれ違ってますと。ね？その目に見えない、透明のもの同士がすれ違ったってわからねえのかよ。そんな力強く言われても何も響かないです。なんでだよ。だからそれで、お前に、な、来たんだろ、今日。それで、お前にそれ言いに行ったんだよ。あいつ、なんか、不良品ってことですか？長細いものをなんか、うちで買われたってことですか？違うよ。長細い四角いやつは、俺が、四角いやつを俺が、こうやって、ぐーぐー。寝てる。えぐーぐー。そこから？え、何？え、これは、で、どう繋がってんの？違う、ぐーぐーは関係ねえや。関係ない？それで、関係ないんですか？それで、ちょっと待って、ちょっと混乱させな。それで、家出て、むずい。で、家出るだろ？そしたら、何？すごいさ、銀のさ、グリングリングリンって、銀のグリングリングリンっていう、バカンってやって、で、そこからバザバザバカンって出てきて、おーってなって、で、それを、で、お前に、はい、やったんだろ！やれよ！わかんない。だからそれを、なんで、だから、その、この世に存在しない透明のもの同士が、おーってなって、で、それで、で、存在しないのに、おーってなった、のを、それを、お前は、俺が長、それを、その紙に全部ギュッと閉じ込めてるわけ。ギュッと閉じ込めてるのをお前に出して、お前は、その、ピッてやった時に、ピッて私やったんですね。で、それをわかる。はずだったのよ。多分絶対ここに出てんのに、俺に、言わなかったよ、お前は。だから、それは言わなかったなんて出ない！わかんない！私もお客様の力になりたいんですけれども。おう。つまり私は、何をしたらいいんですか？
いや、お前はもうどうしようもできねえんだろ、お前は。もういいわ。もう、俺はもう、俺、ちょっとあそこ、もうお前もう無理だから、俺、ちょっともう、でかいとこ行くわ。でかいとこ？うん、でかくて、すげえ人が多い、多くて、で、そういうのを全部、こう、答えてくれるところ行くわ。なんだそこ。もうよ。すごいとこあるんだ。ありがとうございました。次の動画も見てね。おすすめ動画もあるよ。